神聖ブリタニア帝国第99代唯一皇帝陛下にして黒の騎士団 CEO 超合衆国第2代最高評議会議長であらせられるルルーシュビ・ブリタニア様のお姿が見えました。そしてご覧ください、愚かにもルルーシュ様に反逆した者たちが処刑場へと運ばれていきます。先の大戦で帝都ペンドラゴンや多くの将兵、そしてナイト・オブ・ゼロ、クルルギス雑居という尊い犠牲を払いつつも、 EU が超合衆国憲章を批准した今、我らがルルーシュ様はついに世界統一という偉業を成し遂げられたのです。ルルーシュ様に栄光あれ。オールハイルブリタニア、オールハイルルルーシュ。何が栄光だ、ただの独裁だろ。逆らう者は全て殺して、誰かに聞かれたら一族皆殺しにされるわ。こんなものを正義として報道しなきゃならんとは。ルルーシュ、これがお前がやりたかったことなのかよ。世界をみんなを支配して。バカだね、あんたたちは。あそこでルルーシュに逆らってさえいなきゃさ。明日を迎えるためです。え、成功と失敗を繰り返してでも前に進む、科学と同じじゃないでしょうか。人もそれが進化。進歩でしょ、プリン伯爵。その呼び方、うん、まだ恨んでんの。さあどっちでしょう。ロイド先生とラクシャータさんってん昔何かあったんですか。些細なことよ、後から考えてみたらなんてことはない。出発点ってだけ。奥義、今出て行けば思うツボだ。しかし、なんだ。ゼロ、ゼロ、ゼロって。嘘、ルルーシュはあそこに。ルーシュたちがやろうとしたことって。撃つな、私が相手をする。行け、仮面の騎士。死ね者が。スザク、約束通りお前が俺を殺せ。やるのか、どうしても。予定通り、世界の憎しみは今この俺に集まっている。あとは俺が消えることでこの憎しみの連鎖を断ち切るだけだ。黒の騎士団にはゼロという伝説が残っている。シュナイゼルもゼロに仕える。これで世界は軍事力ではなく話し合いという一つのテーブルにつくことができる。明日を迎えることができる。それが、あ、ゼロ、レクイエム。 C の世界で僕らは知った、人々が明日を望んでいることなあスザク、願いとはギアスに似ていないか。自分の力だけでは叶わないことを誰かに求める。願いか。そう、俺は人々を願いという名のギアスに代わる。世界の明日のために。ルルーシュ、お前が人々にギアスをかけた対象として。撃っていいのは撃たれる覚悟のあるやつだけだ。スザク、お前は英雄になるんだ。世界の敵、皇帝ルルーシュビ・ブリタニアから世界を救った救世主、ゼロ。
ルルーシュ、これはお前にとっても罰だ。お前は正義の味方として仮面をかぶり続ける。クルルギスザクとして生きることはもうない。人並みの幸せも全て世界に捧げてもらう。永遠に。そのギアス、確かに受け取った。振り向けられている。いろんな憎しみや悪事はほとんどあなた一人に押し付けられて、みんなダモクレスというシステムより名前のある一人の方が分かりやすかったってことかしら。調子のいい話よね。でもだからこそみんなは過去にとらわれず先に進めるのかもしれない。計算通りだってあなたは笑うのかしら。もちろんいろんな問題は残ってるけど、それでも違っていたか。なあ、ルルーシュ。